こんばんは。今読書というか漫画読み終わりました。セイントセイヤ、セインティアショーっていうのをね、1巻3巻5巻を読み終わりました。歯抜けの24がもう売ってなくて、1と1巻から5巻までしかなかったんで、歯抜けのまま買って歯抜けのまま読みました。だからちょっとストーリー分かりにくかったですけど、5巻は、3巻はまだなんとか分かりましたけど、ぜひ2巻と4巻手に入れて、読みたいと思います。セイントセイヤシリーズでね、スピンオフ作品ですね。面白かったです。これ以外にもスピンオフ作品結構出てるみたいです。セイントセイヤ、こちらの方に。まだこれ5巻からまだ続いてるんです。だからその後も買わないといけないんで、まあすぐには買えないんでね、お金がないんで、また小遣いがある時に買いたいと思います。なぜ2と4が売っていなかったんだ。こんなにセイントセイヤがスピンオフ作品出てるとは思いませんでした。まあ人気ある漫画だったんでね、まあスピンオフ出てもおかしくないとは思いますけど、まあ人気ある作品は大概みんな出てますね。今思えば何かしらの形で出てますね。この後、ゲームをしたいと思います。何のゲームするかはまだ決めてないですけど、ゲームの配信をしたいと思っております。ぜひチャンネル登録して、そちらの方も見てください。漫画の本はまだこれ以外にも凍ってるんで、また感想を述べたいと思います。でもネタバレするようなことは一切言わないんで、喋りにくいって言えば喋りにくいんですけど、肝心なこと言ってしまったらね、見てない人にしたら分かっちゃったら思んないから、まあこの表紙を見て分かってもらえれば、こういうスピンオフ作品が出ているっていうことを それでは皆さん、まったねー、バイバイ。今日は早く寝よう。眠たい、しんどい。じゃあねー、遅くならないようにします。
どんどん上げていくんでね、配信見ていってください。じゃあね、バイバーイ。